さあ、それではステップ3の4番目ということですね。こちらでは重ね剣つまみでよく見られる失敗の例を、代表的なもの3つご紹介したいと思います。まずですね、これ理屈があんまり分かんなくても全然大丈夫です。まずこれ見てみましょう。ですね、これは一番左側、このお花はですね、頭の部分が2つこのようにですね、ずれてつままれているパターンですね。で、真ん中はですね、こちら側の内側に入っている、薄い緑の布が、よいしょ、こちら側はだいぶはみ出ているのに対して、こっち側は先端に行くほど巻き込まれている。さらにはですね、こう正面から見た時に頭の位置が左に向かって曲がっているというタイプです。で、最後こちらですね、もうなんか見ただけでわかる方はだいぶいらっしゃるんじゃないでしょうか。これはですね、お花のこの部分が他のに比べて小さいというパターンですね。では一つずつ見ていきましょう。まずですね、こちら、はい、2回ずつつまんで、今ね、こうやって挟んでる状態ですね。で、内側になる布を外側の布に合わせましょう。で、レンでですね、いつもやっているやり方だと、ここの角っこを合わせるんですけれども、これをですね、ここの角に時々合わせたいよっていう方がいらっしゃいます。ここにね、ちょっと合わせてみましょう。そしてこのまま今ね、合わさりました。ここの角が今あった状態になっていますよ。この状態でですね、また角っこ上のね、この角の少し上をピンセットで挟んで、そのまま手前に倒しましょう。さあ、どうなったでしょうか。さあ、見えますか。こちら側ですね、ちょっとこれ止めたいとね、多分あんまり見えないと思うので、先にね、ボンドで止めてしまいますね。はい、止め終わりました。さあ、どうなったでしょうか。皆さん見えますか。このですね、頂点が2つ、頭が2個ずれて出来上がっているのがわかると思います。これですね、一生懸命今揃えようと頑張ってみますが、よいしょ、これで揃ったかな、揃ったかなと思っても、やっぱりね、ずれてしまいますね、こっち側にね。なので、このタイプはですね、2枚重ねて3回目のこの折り返す時、3回目の仕上げの時ですね、にこっち側の三角形の頂点のところを合わせてしまうと、このですね、頭が2個の重ね剣つまみができてしまうということですね。直すとしたらですね、このようにですね、こちら側の角、ここではなくてこちら側の角を合わせて、上のこの濃い方ですね、これで言うと濃い緑の頂点、ここに基準を置いてピンセットを少し上で挟んであげてから折り返す。これでですね、解決することができます。なのでね、困っている時はそのようにしてみてください。さあ、次に行ってみましょう。次はですね、さっきと反対ですね、色を反対にしてみました。こちら薄い方が上、濃い方が下になってます。ということは、上のこの薄い方が内側で、濃い方が外側になる布ですね。で、先ほどですね、ここの頂点合わせて間違ってしまったので、今回ここでしっかり今合わせてあります。で、次どうなるかというとですね、今度はここのですね、下の緑のこの濃い布ありますね、この頂点を基準にやってみたいと思います。丸つまみの時もね、重ねの丸つまみやってみましたね。この下のものを中心に基準として、この頂点よりも少し上を持ちましょう。今ですね、下の緑が基準になっています。なので、ご覧になっていただくと分かりますが、上のこの薄い緑の頂点の真上にピンセットがある状態です。もう皆さんはどうなるかもう分かると思います。でもね、ちょっと一応やってみましょう。このままね、こちら側に折りますよ。さあ、どうなるでしょうか。まずですね、
今普通に折っただけなんですけれども、ここの先端がですねかなりの確率でずれます。そしてここですね、ご覧ください。向こう側のこういうふうに頭があるので、向こう側のですね布のところ、内側の薄い生地、色が薄い生地ですね、これが少し飛び出てしまっています。わかりますか？飛び出てしまっていますね。で、多少ですね、布の厚み分上に上がることはあります。ただこれね、注目していただきたいのは、向こう側、こっち側ですね、こっち側の布ははみ出ているのに対し、手前側、こっち側ですね、こっち側の布はですねほぼ同じ高さのところにあるんですね。で、はみ出るというのは布の厚み分全て全体的に平均的に上に上がっているのであれば正しいんですけれども、この場合はですね向こう側だけが上にずれてしまっている状態です。これはなぜ起こったかというと、せっかく合わせているにもかかわらずですね、ここの上の頂点のところ、ここですね、ここを合わせたにもかかわらず、下のですねここの頂点、こちら側の頂点の濃い緑の頂点を基準としてつまんでしまったからなんですね。このようになりますね。何度折っても向こう側、こちら側ですね、こちら側の布が高くなっていて、手前側はほぼ同じ高さになっています。これちょっとボンドで留めましょう。さあ、今ねボンドで留めてみました。このような形になっていますね。向かって左側に花びらは傾いている状態で、今向かって左側、こちら側ですね、こちら側の生地は濃い布よりも薄い布の方がだいたい3ミリぐらいですね高くなっています。このようにですね高くなっていますが、向かって右側、こちらの布、こちらはですね横を見てみましょう、もうほぼここで同じ高さまで巻き込んでいますね。このような状態に、外側の頂点を基準にしておるとなりますので、これを防ぐためにはですね、やはりこの内側になるこの薄い、この場合はですね薄い緑の頂点を基準にして折ってあげると、この花びらにはならないので、気をつけて作ってみてください。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、皆さんこちらですね、では最後の例になります。最後に持ってきましたけれども、一番簡単で一番よく見る例ではですね、一番よく見る失敗している例になります。もうねお分かりだと思います。ここまで正しいのに、じゃあ何をあと間違うのかっていうと、ボンドしかないですよね。ボンドをですねここまでドーンと中に入れてしまうパターン、これね本当にどこのどの回でも言っていますが、最も多いパターンです。これですね、ボンドをつけすぎて何が困るのかっていうことになるんですけど、この場合はですね一番影響が出やすいのは基本のお花、8枚花とか9枚花、6枚花作る時ですね、この時に非常に影響が出ます。というのは、例えばハンクスのお花とかで花びらが多くなりますと、小さなですねこの花びらちっちゃくなっちゃったっていうのはですね、後ろの方にしてあげれば多少なりですね目立たないところに置くことはできるんですね。ただ基本のお花っていうのはもうそれ自体が全て8枚なら8枚全員がですねもう主役級なんですよ。なのでもうごまかすことができないということで、このですねボンドつけすぎっていうことになりました時にかなりの影響が出てくるようになります。で、当たり前なんですけれども、このですねボンドつけすぎっていうのが治った時、全てですね同じ場所でだいたい揃ったような場所でボンドがつけられましたら、当然なんですけれども花びらの大きさも揃ってきます。ということはですね、基本のお花だけでなくて、例えばハンクスを作るなり、その後二周花、段花ですね作っていく応用のお花になるに従って、ごまかすのではなくて本来の美しいお花咲かせることができるようになります。なのでこれでも本当にしつこいぐらいボンドのお話してると思いますが、レンのこのですねボンドでつまむやり方でしたらですね、あらかじめ止めてしまいますので、できればボンドの量をしっかりですね注意して作るようにしてみてください。それだけでかなり
綺麗なお花が作れるようになると思います。はい、それでは今回はこちらで終わりになりますが、動画を見てくださってありがとうございます。つまみ細工をやってみたかったんだけどちょっとわかんなくて見てみたんだよねっていう方とか、あと成人式とか七五三の髪飾りを考えてご覧になってくださった方いらっしゃるんじゃないかなと思います。この後もですね、つまみ細工のやり方とか、あと直し方も上げていこうかと思っておりますので、ぜひですねチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。